はい、今です。こんにちは、どうもどうも。今日はですね、タラバタの、ディズニーシーに来てます。ディズニーシー、ランドシーン共通でですね、タラバタのグッズが発売になってます。早速紹介していきましょう。はい、まずね、タグがね、全部ディズニーリゾートになってるので、このランドシーすべて共通ですね。ランドシー共通です。はい、まずはね、ミッキー右のベアヌイバーになります。昔ね、お尻がくっついてるぬいぐるみがね、クリスマスなんかあったと思うんだけど、それと同じような系列でですね、はい、二人くっついてます。お尻はくっついてるんだけども、これマグネットでくっついてるのかな、がっちり食いついてるのか、マグネットか、あ、マグネットですね、わかりますか。お尻のとここうやって離れて、パッてやると、ほら、勝手にくっつくの、わかる？はい、勝手にくっつきます。それで、これまでのね、ペアぬいぐるみと違って一番違うのが、このね、船に乗ってんだよね。笹船かな、笹船に乗ってるのが可愛い。それでこれはですね、といってもね、完全に縫い付けられてるのではなくって、はい、このようにね、紐でくくられてるので、これ自分で切ってもいいし、でこのままこうやってディスプレイ飾ってもいいし、ご自由に使えますね。せっかくだからね、これ切らずにね、そのまま飾った方が多分可愛いと思います。はい、この辺の角度が一番可愛いですね。一番漏れる角度はこの辺です。はい、あとね、このぬいぐるみね、今年大きな特徴があります。これね、これこの星、このね、夜暗いところになるとどうやらこれ光る材質みたいで、これ光るんだよね、多分。今こう明るくて確認できないんだけど、これ絶対にね、これ触るとザラザラしてるし、多分これ夜になると光るパーツだと思います。これね、蓄光塗料って言うんだよ。蓄える光って書いて蓄光塗料って言うんだよね。だから明かりをたくさん浴びて夜暗くするとおそらく光るはずです。はい、こちら5200円になります。ですよね。35周年のマークが書いてあるんです。本当だ。これでも本当だ。ランドシー共通ですよね、デザインは。そうですね、リゾートですからね。はい、リゾートで七夕の今来ね、共通ですよね。そっか、35って入ってるのか。はい、今年ならではです。本当だ、入ってる。で、ダッフキーもいるんですね。はい、はい。こちらの吹きさらしも今年からになっております。あ、本当だ、なかった今まで。そうなんですよ、よくお気づきで。なかった、なかった。さすがでございます。いえいえいえ、本当だ、すべてに入ってる。値段はいくら？1700円。あ、値段もまんまお手頃ですね。そうなんですよ、うん。ね、これは吹き流しだっけ？短いので、吹き流し？吹きさらし？吹きさらしかな？吹き流し？吹き流し？吹きさらしですかね？吹き流し？吹き流しだと思うな。でもまあ確かになかった。今年からなんです。今年でも期間長いんですよね。ちょっと前はね、1週間2週間だけど。前よりかは長くなったんですが、ね、長くなったんだよね。でも他のシーズンよりも短めですよね。そのまあ、でもね、そのね、その儚いところがまたいいんですよ、タラバタ。儚いの。ショーも何度乗ってももうすぐ、ね、あまり期間が長くないので。そうそう、あの人力車のあのおじさんにまた会わないとね。そうなんです。あのおじさん有名ですけど、ね。はい、ミッキーです。今ね、キャストお姉さんからいろいろと解説をいただきました。吹き流し、はい、これがついてるのが今年の特徴ですね。そしてですね、足の裏にこの35って入ってるのが今年の特徴になります。去年はね、これはなかったんだよね。だからこれついてるから高いかなと思ったら1700円でいつものぬいぐるみと値段変わりませんね。はい、こちらミッキーね。こちらドナルド。デイジーはいないんですね。そうなんです、デイジーちゃんまでいらっしゃらなくて。あ、ほんとだ。ちょっと織姫なのでね、いたら可愛かったのよな。いや、ミニ可愛い、すっごい。この天魚の感じが可愛い。ね、天魚をイメージしてますよね。このカチューシャも可愛いし、ぬいぐるみも、そう、これも可愛いんですよね。35って入って足の裏入ってたら可愛いですよね。ゆっくりお買い物と。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ミニーちゃんも天魚のイメージ、この羽衣な感じが可愛いですよね。はい、そしてグーフィーになります。グーフィーも1700円かな。はい、ちょっとアダルティーですね。中華な感じがいいですよね。はい、グーフィーは緑の吹き流しですね。ミニちゃんピンクの吹き流し、ミッキーは青の吹き流しですね。はい、ドナルドは紫の吹き流しがついてます。はい、そしてチデはですね、これセッ
通りですね。黄色の吹き流しがついてます。あ、これだ、35周年のカラーリングだな。35年のイメージカラーの吹き流しだ。だからドナルドだからマスク、あ、だからか、衣装と違ってるのはそういうことだな。はい、全部そうですね、全部35周年コースのイメージカラーそのまま吹き流しがついてます。で、地デがですね、セット売りで2800円になります。はい、そしてダッフィーも出るね。ダッフィーはね、さっき別の動画で紹介したんだけど1800円。さすがダッフィー強気、100円高い、うん、ミニちゃんのコスパいいよね。おかしく、すごくない？これミニちゃんの衣装凝っててさ、ダッフィーこんなシンプルなのに100円高いんだよ。お前どんだけ強気なんだよきっと。へえ、はい、なので縫い場1、2、3、4、5、6、7種類発売になってます。はい、今年の35周年ヌイバーですね、吹き流しがついてるってさっき言いましたけど、もう一個大きな特徴があって、さっきのペアぬいぐるみと一緒で、頭の星のところにですね、これ夜暗いところになるとどうやら光る星がついてるんですよね。全キャラついてます。グーフィー、ミニー、ミッキー、ドナルド、チデ。チデはこれどこについてるんだろうな。歯、いや歯じゃないよな、ちょっと待って、お尻。血では光るパーツが難しい。血でどこだ。血でもね、どっかに光るところあるはずです。ちょっとこれすいません、今パッと見た感じでわからないので、またこれ分かったらまた報告します。オーガンジン入ったルームや、これは珍しいね。ハピエストウィッシュフォーオールって書いたんですよね。この七夕ならではです。しかもこれもその蓄光型塗料が使われていて、夜になるとどうやら光るようですね。ちょっとこれ形見たいな。形はこんなんですね。大きさが M から L ですね。身長154から160になります。サンプル、あ、ここにサンプルありました。今日はちょっとなんか乗って手垂れがいる。手垂れ、手垂れこれ持って。はい、こんな感じ。これ今 M から L で、手垂れ身長何センチ、155センチですね。そうするとこうやって足ちょうど、はい、このぐらいになりますね。はい、この、はい、胸のこれ、これがどうやら光るっぽいですね。はい、裏見して。はい、裏はですね、天の川に星座があって、天の川の部分だけちゃんと右の織姫彦星がちゃんと入ってますね。かわいいです。はい、こちら4300円になります。はい、こちらフェイスタオルになります。 34×80、 体のちっちゃい人でしたらね、バスタオルも使えますよね。なんとこちらも暗闇で光ります。見てください、夜になるとですね、こんな風になるそうです。しかし見え方はイメージですとのことです。なるほどね。はい、こちら1400円ね。こちらはウォッシュタオル 35×34cm。 これは夜になると特に光るような、そういうような、施しはないですね。はい、こちら700円になります。こちら星型クッションになります。星型クッション2800円ね。星型クッションもこちら暗闇で光るよって書いてあるね。手触りがすんごい良くて、あ、ね、ふわふわではなくてちょっと硬いんだよね。あの低反発とか高反発というか、ちょっとね、あの顔をずめるとズブズブズブっていくようなね、ふわふわではなくてちょっと硬いんだよね。でも硬い感じがいいね。むしろ硬いのが好きっていう人もいると思うのでいいと思います。で、この星のこれだね、これがどうやら光るっぽいですね。でね、35周年入ったんです。で、裏がね、ドナデジなんで裏見ようか。よいしょ、はい、裏ドナデジですね。デイジー、ここまであるんだったら縫い場欲しかったね。デイジー縫い場がないのがちょっと残念。はい、こちら2800円です。大きさはね、そうだな、大きさはね、俺の手がまあこのぐらいなので、まあそうですね、まあちょうど顔を埋めるとちょうどいいぐらいかな。はい、パスケースです。パスケース、去年バカ売れして売り切れになったんだよね。今年はどうなんだろうな。1900円ですね。はい、これもね、夜になるとね、どうやら光るとのことです、うん、こちらもですね、デザインの一部に太陽光蛍光灯のレテノイを吸収して一時的に暗所で発光するプリントを使用していますとのことです。はい、中見てみようか。これ今日はね、助手がいるんで助かるわ。はい、こちら左側がですね、よく一番使うパスで、右側がカードを収納する形になってますね。はい、開くと右が向かい合ってます。裏面こんなんね、ちゃんとこのミッキーの製造が入ってますね。あとこのね、何気にこの数珠みたいなね、このチャームも可愛いです、ね、
あと吹き流しもついてます。これで1900円ね。さあ今年は完売するかね。去年は1日で完売したからね。はい、1900円です。はい、巾着になります。巾着はですね、はい、こちらミッキーになってます。裏面がね、はい、ドランデジですね。ドランデジはどうやら柄1種類になりますね。はい、巾着はいつも通りですね。ちょっとなんか和風な感じのデザインがいいですね。はい、こちらは700円になります。はい、こちらトートバッグになります。トートは3900円ね。パッと見ね、ディズニーっぽく見えないんだよね。よーく見るとここにですね、はい、右のシルエットが見えるかな、光って見えない、はい、入ってます。はい、裏面もこんなんですね。天の川にですね、右がいます。で、吹き流しのチャームもついてますね。こちら3900円ね。中見ようか。トートの口はね、マグネットだったりファスナーだったりいろいろあるんですけど、このトートはですね、このマグネットのボタンですね。はい、開けます。開けると、おー、中めっちゃかわいい。ダッフィーのね、トートはすんごいシンプルだったんだけど、これなんか柄入りですね。すんげーかわいいな。ちょっとかわいすぎて、ちょっとね、大人の女性はちょっとね、使いにくいかもしれないね。かわいすぎて。すんげーな、これ。でもね、すごいしっかりしてる。ビニール製でですね、中の地もしっかりしてるし、外もいいしで。何よりね、水に強そうですね。この水弾く系なんで、すごくいいと思います。で、これも夜になると確か光るんだよね。はい、3900円になります。こちらボールペン3本セットになります。このボールペンはね、赤、紫、青ではないんですよ。黒なんです全部。はい、見えますか、インクは全部黒。はい、ご注意ください。パッと見るとね、赤、紫、青のペンに見えるんだけど、実際には黒です。でも絵の部分はね、オレンジと水色と緑でね、3つセットで1300円になります。根付け、要は、キーホルダー、チャームになりますね。キーホルダー、チャームはね、クリスマスとかになるとキーホルダー、チャームって言うんだけど、この日本のこのね、和のイベント、七夕と正月とか和のイベントになると名前が根付けっていう風に変わるんですね。はい、こちらは1800円になります。そうそう、みんなの願い事が書いてあるんですよ。ランドとシーのウィッシングプレイスって言って、あの笹が飾ってあるあのウィッシングプレイスに行くと、各キャラクターの願い事が書かれた短冊がかかってるんですね。それぞれみんなの願い事がこのカードに書いてあります。はい、でそれが書いてありますね。はい、ミッキー、ミニー、ドナルド、チップデール、グーフィー、はい、この願い事がちゃんと英語で書いてあるんですよね。でこれは本当にこの願い事がランドとシーの、ウィッシングプレイスに行くと、本当にこれが書かれた、短冊、カードがかかってますので、ぜひ見てみてください。暗いところで光る部分があるよ。なるほど、これも光るんだね。はい、こちら1800円になります。はい、ポストカードになります。はい、ポストカード200円ですね。キラキラホログラムが入ってます。200円です。はい、こちらマスキングテープになります。マスキングテープはね、2種類で5メートルになりますね。こちら800円になります。はい、こちらピンバッジになります。ピンバッジ1000円ね。お、これもやっぱりね、暗闇で光る部分があるよ。おそらくこのプラプラしてるここ、これがですね、暗闇でどうやら光ると思われます。ピンバッジ1000円です。はい、こちら缶バッジになります。缶バッジ330円ですね。昔310円だったんで20円値上がりしてるね。はい、缶バッジ330円ね。はい、こちら吹き流し型のバックチャームになります。こちら1200円になります。これかわいいね。ミラーボールみたいですよね。はい、吹き流しバックチャーム1200円になります。はい、箸になります。箸置き付き、あ、箸置きもちゃんとね、みんなの願いが叶えますよ、見てミッキーの願いが書いてある。かわいい。1500円ですね。あ、やっぱ高いね。箸置きなしだと1100円なんで、いつもやっぱ箸置きがあるのでちょっと高いですね。はい、向かい合ってる右がいいね。近い、2人の距離が近いです。はい、こちら1500円になります。こちらマグになります。マグはですね、これお湯を入れると変化するんですよね。要はお湯入れないとこういう風になってて、
お湯入れるとこのようにですね、ニキビが浮かび上がってくるって感じですね。なるほどね。やっぱね、スーベニアのやつと違ってやっぱしっかりしてるね。はい、こちら1500円になります。こちらヘアピンになります。ヘアピンってこれどうやって使うんだ。あ、後ろバチンってやんのね。あの髪の毛長い人なんかが後ろで軽くパッと束ねるときに使うんだ。なるほどね、かわいいなこれは。はい、ヘアピン1500円になります。ハンドジェルはね、シャボンの香りとラベンダーの香りって書いてあるよ。ラベンダーわかる、シャボンの香りってわからないな。どんな匂いなんだろうな、シャボンの香りってわかりませんが。はい、1400円になります。はい、1400円ね。こちらはルームフレグランス、暗いところで光るよ。はい、匂いも楽しめて光も楽しめるアイテムになりますね。はい、こちらの、蓋を取り除くとどうやら匂いが部屋に広がるようですね。1500円になります。はい、ちゃんとこれサンプルがありました。ちょっと匂い嗅いでみようか。俺匂い嗅いでみます。なるほど、めっちゃいい匂いでしたよ。フレッシュホワイトティーの香りって言われて、お、そうか、お、おって感じですよね。はい、こちら1500円になります。あと手触りがいい、なんかシリコンでふんふんして柔らかくて気持ちいいです。はい、こちらトミカになります。ランドシー共通なので、なので今回オムニバスになってますよね。ランドシーバラバライベントだったらね、おそらくスチーマーナインだと思うんだけど、ランドシー共通のイベントっていうことで、まあランドのオムニバスがなぜかシーでも売ってるっていう感じになってます。はい、1200円ね。はい、ウォールステッカーになります。これちょっとステッカーいいんだけど、お母さんとかこれ子供に冷蔵庫 とかタンスに貼られたらこれたまったもんじゃないな。これはですね、していいですか。そうそう、書いてる蓄光インクね。ほら、蓄光インクって言って光を貯めとくインクが、施されているので、夜になると光ります。1500円になります。意外と大きいね。持って帰るの大変だよな。めっちゃ大きい。これ折り曲げられないし大変だな。これちょっとかさばるな、持って帰るのに。もうちょっとちっちゃくしてもいいんじゃないのと思ったんだけど、まあ大きいと大きいインパクトだっていいけどね。めっちゃ大きい。どれぐらい大きいかって言ったらな、わかる、これ棚、ほらほらほら、左がねフェイスタオルとウォッシュタオルなので、はい、いかに大きいかわかると思います。めっちゃ大きいですね。はい、1500円かな。はい、1500円です。はい、こちらのコーナー切って俺愕然としました。このクリアホルダーが、あ、実写じゃん、えっと思ったら、このコーナー全部七夕の実写コーナーなんですよ。いやー、ちょっとね、実写グッズ最近増えてきたけど、とうとうシーズナルのねイベントグッズにもとうとう実写を投入してきましたね。いやー、35周年5000億円儲けるっていうだけはありますわ。すごいわこれは。ちょっとね、 D オタ的にはかなりびっくりだよ。実写来たよ、来たこれ。じゃあ早速紹介しましょうね。まずはね、クリアホルダーね。クリアホルダーは、はい、右がですね、このようになんか、短冊、一瞬カードになんか願い事を書いてるデザインですね。これが表になります。裏見ようか。はい、裏もですね、このようにね、ミッキー、ドナデジ、ミニーがね、います。360円ね。はい、これはね、実写のこのポストカード4枚入りだと。4枚ってことは、表がね、ミッキーとドナルドでしょ。で裏見ようか。はい、裏はですね、ポストカード4枚、4絵柄、ミッキー、ドナルド、ドナデジ、ミニーちゃんといて、ケースを折って立てられるよ。はい、ケース入りで700円ですね。はい、実写のこの4人が入ってます。いやいやいや、びっくり。はい、700円になります。出た、アクキーですよ。とうとう秋葉文化がですね、舞浜にはどんどん来ました。アクキーです。この立てるスタンドがあったら完璧だね。いや、来た来た来た。しかも1000円です。やーべえ、この秋葉のグッズよりもはるかに料金設定強気ですよこれ。マジか。多分これミッキーだけなんで、多分これ実験的だろうね。これまだね、ミッキーで見えてるから良心的ですよ。だんだんこれね、ミッキー、ミニーとかキャラが増えてきて、いずれ袋入りのブランドになります。
で全10種コンププラスアルファみたいな感じになったらいよいよもう秋バカですね、舞浜の。はい、でもね1000円なんですよね。はい、まあアクキー言いましたけども厳密にアクキーじゃないんですよね。はい、裏がミラー処理になってて鏡になってます。はい、ミッキーがですねこのメッセージカードを持ってるんですよね。これハピエストウィッシュフォーオール、みんなの願いが叶えますようにって書いてますね。はい、ちゃんとカメラ目線ですね。はい、出てる実写グッズね、カメラ目線のが少なくて、これは数少ないカメラ目線のグッズになります。とりあえずミッキーだけだね。ちょっと他のキャラクターもぜひ出してほしいですね。1000円です。缶バッジになります。缶バッジは5つセットですね。5つセットで、はい、1000円になります。5つセット1000円な。はい、写真はですねこれまでのグッズと同じになりますね。はい、メモになります。メモはですねちょっとこの吹き流しをイメージしてるのかな。あ、やっぱそうだ、短冊だ、短冊イメージしてますね。七夕和也プレゼントに使ってね。はい、カードタイプとメモタイプがあります。なんで2種類入ってますね。はい、600円になります。